3分間で叩き込む、フグミカンのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、NDK-NSK、何の情報もない、NDK というブランド。随分前にこの NSK を発売したきり、新商品などの動きもなく、沈黙を保っている。おまけに、NDK ブランドの商品は今のところ、アリエクスプレスのラック LZ オーディオストアでしか手にすることができず、国内で検索してもまるでレビュー情報が出てこない。そういうところに首突っ込んで大怪我するのがこのレビューだ。検索しても日本成功の関連ページしか出てこないからな。さて、ここまで突っ込み待ちだったと思うが、このイヤホン、どっかで見た気がするよな。おそらく、日本の低価格市場で一番知名度のあるハイブリッドの一つだろう。KZZST と ZS トクスの流れを勝手に継承した、ZST クローンの一台だ。だが、ここで中華イヤホンの低価格面に詳しい人だったら、さらにもう一台の機種が出てくる。このイヤホン、QKZ の ZXT に似てね。そう、このイヤホン、クローンのクローンだ。いや、もしかしたら ZXT の方がクローンのクローンかもしれない。表面に入ったスリットの衣装でもしかして、と思ってたんだが、そらもう案の定完全にハウジング周りは同じ。ダストフィルターの形状、外装の寸法、そして特徴的な背面の3連ベントまで共通だ。ドライバも、ZST クローン共通の 10mm ダイナミックドライバ。ドライバケースの背面がメッシュで開放されてるあたりも ZXT と同じだ。一番外見の印象の違いを感じるのは、ロゴとケーブル、イヤピが違うところ。ロゴは ZXT の方では自社でデザインしたものになっていて、独自感があったんだけど、NSK はそこら辺のフォントをそのまんまペースト。いや、実はウェーブに合わせてきちんと歪んでいるので、手はかかってるんだけど、なんとなく2000年代くらいのローカル商品な感じがする。それから、ケーブルは QDC 形状の銀メッキケーブル。ZXT はここが黒皮膜でだったが、プラグ周りの形状などが工夫されていた。対して、NSK の方はスタンダードで武骨なプラグ周り形状。デザインの進み具合や情報が流れてきた時期的に、こちらが ZXT のオリジナルなのかもしれないな。そもそもどちらがコピーのデッドコピーか争うか不毛な議論なわけだが。NSK のドライバの背面は、ZXT とほぼほぼ同じパターンなんだけど、この NSK のための調整か、それとも、後に省略されたのか、ドライバ背面には2つの部品が追加されてる。これが音質調整のためのものなのかが気になるが、とにもかくにも聞いてみよう。ZXT と同じだこれ。中華低価格イヤホンは、一見すごい数のイヤホンが出てるように見えるんだけど、実際のところ、開発費を抑えるためだったり、リブランディングだったりで、同じダイナミックドライバーを使ってるモデルというのはすごく多い。実際、KZK のドライバーも、他ブランドでもよく使われてたりするよな。でも、特に ZST 類似モデルはそれらのドライバーを共有しているかと思えば、コストダウンでとんでもないものが混じってたりと、バクチ感がたまらない。これは本来のイヤホンの楽しみ方じゃないのは十分承知してるんだけどな。でもやめらんねえ。NSK はその中では優れた音質を持っている。TRMMT1 より鋭く、CCACRA よりは鋭くない。程よいバランスの1ダイナミックドライバーで、素直にコスパは良い1本だ。MT1 でも CRA でもない1ダイナミックドライバーモデルがつかみたいそこのあなたにいかがかな。そんな感じで今回はここまで。